ようございます。今日もすごい天気です。で、今日ちょっとね、1個ぐらいね、こじゃれたやつ作っとこうと思って今外に来ました。ここのレンタルオフィスってなんか外で中で食べちゃダメとかって言われるから中で食べちゃダメだし、食材ね切ってたりとかできないからみんな仕事してるんで、なので外でやりますね。今ビオセボンで2個買ってきたから、これ今日豆乳です。オートミールと豆乳のクリームスープ作ろうかなと思って、電子レンジだけで多分調理時間3分ぐらいだと思います。こんな感じです。見えるかな、青空クッキングしますなんかちょっとうまく使いこなせない。オートミールを入れます。これ本当に買ってよかった。これ買う前、100均なんですけど、これ買う前私ビニール袋、なんかジップロックとかにサラダ入れたりとか、なんか切った野菜とかもう全部ジップロックに入れてたんで、これめっちゃ買ってよかったです。電子レンジ使えるし、電子レンジあるの知らなかったけど、レンタルオフィスにちょっと待って、これ入った、これぐらい入れて、超適当に切ってるから不揃いですね。もういいの別に。でこう入れときます。で今日はキウイ、人が来ちゃった。これお店で落としちゃったんですよ、このキウイ。だからちょっと傷んでるかもしれない。適当にこれも切ってます。ちょっとね、これは切れ味が悪い。グラノーラ大好きなんですけど、前は家がある時はオートミールで自分でグラノーラ作ったりとか、もう毎日食べてましたね。これすごい美味しそうなやつ買ってきました。これを、全然見えてないや、これを入れる。でこれを、どうしたらいいんだ、わ、こういう感じ。これ1個入れちゃいます。わ、ちょっとすごい跳ねてる。大丈夫これちょっと入れすぎかな。まあいいや、まあどうせなら、ちょっと待ってちょっと待ってください。豆乳入れすぎて、どうしたらいい、これ豆乳入れすぎちゃ、ちょっと全然美味しそうに見えなくなっちゃったけど、まあいいや、もうこれをチンしてナッツオイルを入れて、スプーンをゲットしたので、この間スプーンなかったけどスプーンで食べたいと思います。なんかちょっとやってしまったと思ったんですけど、オートミールだけチンした後にバナナとかキウイとか入れたらよかったね、間違えましたけど。まあ、これあとカカオニブあったので、これは私がチョコレートもともと大好きなんですけど、今お砂糖を取ったりしてないので、チョコ食べたくなった時にコーヒーとカカオでごまかしてるっていう、カカオニブを入れて、あとカボチャの種があるので、アリさんの、あ、カボチャじゃない、ひまわりでした、これも入れて、あ
とね、あのアガベシロップ美容セボンでくれるんですよ。だからアガベシロップ入れて食べようと思います。スプーンがない。あった。逆光かな。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、いい感じ、いいよ。うん、いいじゃん。見えますか？見えるかな？ちょっとね、あのホットバナナとホットキウイのオートミールの、あ、ここはココナッツオイル、これ固まっちゃったからな、ちょっと入れて食べようと思います。いただきます。うん、これ全然アガベシロップ入れなくて大丈夫ですね。めっちゃ美味しい。いいね。これ多分あの熟してあったバナナっていうのとホットバナナにするから甘い。うん、美味しい。じゃあ、食べます。なんか昔は、私も見た目にこだわったりとか、なんかインスタ映えとか、あの彼氏に作る料理とかすっごいこだわったりしちゃって、あの皿から買ってくるとか、鍋から買う、皿から買うみたいな、見た目重視、あの料理ができるように見せかけてたとか、かけてたっていうか、別に嫌いじゃない、嫌いじゃないっていうか、あの苦手ではないんですけど、すごいあの 見栄えを気にしてやってたりとか、疲れちゃってたんですよね。うん、だからね、もうそういうのいいじゃんって思っちゃう。もう、ある程度見栄えも重要だと思うけど、自分が疲れることしなくていいんじゃないかなって思いますね。自分がさ、無理してやっても、無理してやっちゃダメだと思う。美味しい。で、ちょっとね、食べ物に対しては前の他の動画でも言ったんですけど、ちょっとこだわりがあって、添加物とか取りたくない、あんまり取りたくないし、あのビーガン、動物性も、まあ、極力取りたくない、あんまりね。でもあの友達とご飯行ったりとか、人からもらったものとか、人が作ってくれた料理とかは気にしないようにしてますね。だから自分で一人で食べるときは、あのちょっと気にしたりとかしてるって感じ。だから別にそんなにもう何が何でも嫌だっていう感じでは全くないです。動物ね、あの私動物大好きで、動物の専門学校行ってたんですよ。でそういう畜産動物の観点から、あの一回ものすごい食べられなくなっちゃって、ビーガンになって。だからあのビーガンの方の気持ちもものすごくわかるし、ビーガンじゃない方の気持ちも、お肉好きなので、チーズ、あの私が好きな食べ物チーズなので一番、どっちもわかると、わかる。だからね、もう感謝を持っていただくってことですよ、何事も。
命をいただくわけだから、やっぱり感謝を込め持っていただきますとごちそうさまでしたとして、うん、なんか余分に過剰に安いお肉を作るためになんかこう悲惨な状況で牛とかね豚とかね鳥とかね悲惨な状況でこう大量生産を目的にするっていうのは良くないんじゃないかなって思う。命だからやっぱり必要な分だけ必要なだけありがたくいただくっていうのがいいんじゃないかと思いますけどね。なんかちょっとそこがずれてるとなんかビーガンに偏ったりとか、うん、3ヶ月ぐらいかな、もう私鰹節も食べられなくなって、出汁に入ってる鰹節ももうなんかそういう極端な感じになって、まあ命はね大事にしたいですねっていうことです。銀歯が取れてるんで歯ブラシしないといけない、すぐ、まあ、全シャリして火がないけど、本当はね電子レンジもあんまり使いたくないんですけど、今冬なんでちょっとあったかいのも食べたいし、だからまたちょっとクリームスープ作ろうかな、気分が乗ったら動画撮ります。ではまた。